これより小の練習風景、練習作品を写す。これは練習のための作品である。遊亭、この字、2000何百年前の字、この書き方、まあ静かな人気のない趣のある庭という意味であるが、この字をこのように書いている。これ一つの面白いと見てもらえるかどうか。次、牛背、牛の背と背中という意味である。牛背、次、次は秋、まあ糸のような雨という字である。次、セミ鳴くと書いている。次、楽衣、これは秋の虫のことである。秋の虫のことである。なかなか今の人には読んでもらえない。これもここら辺は全部古い古い字である。次は今さっきと同じような字であるが、書き方が違っている。牛背、牛の背。昔は牛いう字、こんな字書いていました。今の牛と何とはなしに似ていますね。背中の背も今の字と何とはなしに似ていますね。2000何百年の間に今の字になってきています。はい、次は西風、これは清らかな風という意味です。これ読んでもらえるかなというのはあまり期待していません。難しい。これは陳情と書いています。枕の上と書いています。陳情、枕の上。次は雪、溶けと書いています。雪が溶ける。これ上の字雪なんですね。ちょっと今の字と似ているかな。溶けるも何とはなしに今の字に似ているかな。
雪解け。次は交換、一匹の狩りという意味。交換、交は孤独の子、願はまあ狩りやね。今の字に何かちょっと似てるかな。これは風と林、風林と書いています。風林、次は火と山、火山。火と山、火山。次は幽亭、静かな人気のない趣のある庭、幽亭と書いています。次は夢覚めて、夢覚めてと書いています。次は糸のような雨、しゅうと書いています。次は春風、春の風と書いています。春風。次は清風と書いています。まあ清らかな風と書いています。次は牛背、牛の背という意味ですね。次はセミ鳴くと書いています。セミ鳴く。次、春はめぐる。うわあ、これは難しいね。春はめぐると書いています。
次は雷、雷ですね。雷、なんかどっか愛嬌のある雷ですな。雷、雷。これも同じく雷を書いてみました。雷です。雷。次は別白、これは旧漢字で書いています。白は絹、列は咲く、絹を咲くような列白という字です。現代の漢字とはちょっと違う、太平洋戦争前の字ですけれど、これも面白く書けたらなと思ってこういうふうに書いています。次はホトトギス、ショッコン、これ食根、これは2000何百年前の字ですね。次は同じく食根、これは旧漢字で書いています。まあ、この書き方は難しい。これは花、おつと書いています。まあ、花が散るという意味でね、花、おつと書いています。これも難しいけれど、花、おつという意味です。上半分は花やね、笑っているようですね。花、おつ。次は緑陰と書いています。緑の木の樹木の下のあの影、緑陰です。今のは旧漢字だったけど、今度目は古い古い字で緑陰と書いています。次は春の夢と書いています。
春の夢。これは竜王、上は流れる、下はウグイス。竜王、なち木から木へ流れ流れて鳴いているウグイスという意味で竜王です。難しい字ですね。これは旧漢字、竜王。次は筆剣、筆と硯という意味です。筆と硯。筆剣。これは極気、極気。なんち日の丸の旗のことですね。極気。次は高山の秋。高というのは川。この三角三つは山、高山の秋という意味です。秋も日辺に乃木を書いていますね。これで秋と読みます。今と反対です。次は小小。小は木こりのこと。下の小は歌う、木こりの歌。小小。次は幼鳥、羊の鳥と書いています。なぜ細くぐにゃぐにゃぐにゃとしている幼鳥、幼鳥のことを書いています。幼鳥ね、羊の鳥と書いています。次は古村。まあ一つポツンと離れた村、孤立した村、そういう意味ですね。古村。遊魂、遊ぶ魂と書いています。これは詩人の魂とでも、まあ、訳しておきましょうかな。遊魂、遊ぶ魂。
次は傷心、まあ心を痛めるという意味です。傷、心と書いています。次は妖霊、遥かなる峰ということです。妖霊、次は、幽庭、静かなる庭、幽庭、静かなる庭、人気のない趣のある静かなる庭、幽庭。これは水が、酔って横になるという意味で、水が。次は、まあ楽しい春という意味で、喜春と言いますが、女偏に喜ぶを書いて喜と言います。そして春、まあ喜春、喜春という字ね。次は、春の心と書いて春心。これ右から左に書いています。春心、春の心。次は、古山の月。これはふるさとの月という意味になりますが、古山の月、古山の月。ということです。次は、月が明るい。月明。月明。次は小雁、一匹の狩り、狩り金という意味で、小雁、小雁。次は花の下の花影、花陰、花の影
という意味で火印と書いています。次は我酔うと書いています。我酔う、これが我酔う。次が春風台頭という意味で、春風台頭の台頭です。ゆったりしているいうことね。次は春暖かしという意味で、春暖、春暖かし、春暖。次は即食。即食というのは、まあ秋の虫という意味に呼んでいただいていいと思いますが、即食。次は単円。単円というのは、まあもやの類と考えていいですね。もやの類、単円。それから次は無と書いています。ありなしの有無の無、無という字、一字。次は天衣無縫とかいう、いわゆる縫い目がないという意味の無縫と書いています。縫い目がない、天衣無縫と言いますね。天人の着る衣は縫い目がない、そういうんで天衣無縫と言いますね。はい、次、子ガン、一匹のガン。サイキングとサイクリングに連れてって。はい、何やと。難しいこと言うと分からなくなった。某車。はい、何言ってるか分からへんから。某というのは、もう草。何言った？まあ、草屋根の粗末な家という意味です。某車。次は随春。随はおめでたい、春という意味で随春と言うています。随春。はい、これは雪溶けてというふうに書いてます。まだまだあるんですけれど、このように数多く
字を練習して作品に取り掛かります。今のは作品ではなしに練習したのを一応載せてみました。できるだけ、こういう練習の結果作品を作っているというふうに理解していただければありがたいと思います。